今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。藤井さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、東京も冷えてますよ。はい、ねえ、なんかまたちょっとこの前の日曜日が暖かかったもんでね。ああ、そうですよね。このまま行くのかなんて思うと、やもね、まだ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 なんですね。はい、2月ですからね。まあ考えてみたらね、だって桜が咲いてソメイヨシノが咲いて雪が降るなんて年もありますからね。はい、はい、そうです。油断は禁物です。そうです。はい、さて今朝もいろいろニュースが入ってきています。読売新聞から、政府は外国の気球などが日本の領空を侵犯した場合を想定し、自衛隊の武器使用基準を緩和する方針固めました。自衛隊法の解釈を変更して、正当防衛などに該当しなくても一定の条件、これをですね、満たせば撃墜できることを明確にします。中国の無人偵察用の気球と推定される物体が日本の領空を飛行したこと、これを踏まえた措置となります。で、自衛隊法84条、領空侵犯した外国の航空機に対し、航空自衛隊の戦闘機が着陸や退去を促すため必要な措置を取れると定めています。政府はですね、正当防衛と緊急避難に限って武器使用ができるという見解を示してきました。これは外国軍の戦闘機など人が乗っているもの、有人航空機を想定していたということなんですが、政府今回ですね、気球などの無人機に武器を使用した場合でも人命に危害が及ぶ可能性はないために、基準の緩和が妥当、こういうふうに判断したということのようですね。武器使用を認める具体的な条件というのは今後政府与党で詰めるということですね。事前の届けでなく、気球などが民間機のこの飛行経路を飛んで、高さとかですね、そういったところを飛んで安全確保に影響を与える例などを含める方向だということです。はい、藤井さん、この日本の気球無人機に対するこの対処、これまでとこの変わってきそうですけれども、これはどうお考えでしょう。はい、これは当然ですよね。はい、で、当然であって、でしかもまだこの程度の緩和だったらぬるいということも全然ありますよね。はい、いやだってその領海、領空、領土、こういったものに対して異物が入ってくればですね、これは適切に排除していくっていうのはもう当たり前の話ですから、はい、もちろん法治国家ですから法律に縛られる必要はありますけれども、我が国の脅威とみなす可能性が考えられれば攻撃できるというぐらいの記述で全然いいでしょうね。はい、そんな条件をいちいち決めなくても、そうですね、現場の判断でというのは本来の僕は姿だと思いますね。はい、これまでのルール、先ほどもお話ししましたが、自衛隊がですね、撃墜のため武器を使うのは領空侵犯した機体による攻撃から身を守るための正当防衛とか緊急避難に該当する場合に限定していたんですけれども、このルールを見直していこうということなんですね。で、藤井さん、中国の反応というのも入ってきてまして、はい、この日本のこのルール改正に関して、確かな証拠もなく中国を抽象攻撃したことに断固反対する、日本はアメリカの大げさな宣伝にこの追随せず、客観的で公正な立場を堅持し、不可抗力によって想定外の事態が起きたことを正しく取り扱うべきだ、こういうふうにこの、発表したんですけれどもね、これは結構嫌がってるってことなんでしょうね。そうですね。今までバンバン飛ばしてたこの既得権だとみなしてたわけですからね、既得権が侵害されるとでも思ってはるんでしょうね、それは。ですからこの日本の法律、そしてこの自衛隊の動き方なんてのもおそらく中国がよく調べてますから、理解、研究してるはずですから、無人機だったら大丈夫だろうみたいに思ってたのかもしれませんもんね。それは、今までアメリカでもそうだったですからね。落とすかどうか別として、落とすことが可能な状況に強くっていうのは当然必要な措置ですよね。だって領海領空なんだから、当たり前です。そうですね。過去にもですね、この鹿児島県の薩摩川内市、あと宮城県仙台市、青森県八戸市、これが数年前から、この辺り、例のアメリカの、
気球飛んでいた気球のようなものと同じようなものが、まあ、飛んでいたと。でこれをこうあえて分析すると薩摩川内市は原発がありますと、あと宮城県の仙台市には陸上自衛隊のこの駐屯地があると。で青森県の八戸は三沢基地がありますからね、この辺りのこの、まあ、電波傍受これが主たる目的だったのではないかというような分析がありますがね、そうですね、はい、まあ、これがそういうものを適切に排除する体制、排除することが可能である体制は取る必要がありますよね。そうですね、はい、まあ、ただ一方で、まあ、これあのアメリカの例を見ても分かるんです、まあ、これあの航空自衛隊の関係者の方も言ってましたが、これ結構この気球をジェット機で1000キロぐらい出てますから、それがゆっくりなこの気球をこの、撃墜するってのは難しいらしいですね。結構ね、今回もあのアメリカでも撃墜したの難しかったらしいですね。あ、やっぱり、高度が高いですし、そうですね、まずその高度まで行けるジェット機が、まあ、M22 でしたか、ね、このないですからね、ないですもんね、できるだけ高くまで行ってそこから撃つって話ですからね。あですね、スピードも全然違うしという、まあ、このあたり、あとはその、まあ、じゃあ例えば日本の 領土に入りました、領空に入りました、そうなった時にやはりこの撃墜した後のことも考えなきゃいけないんですもんね。そうですね、まあ、人がいないところになるべく撃墜はしたいわけですからね、まあ、いろいろこういうことも実際には考えなくてはいけないことがあるようです。はい、時刻6時13分になるところです。おはようテラちゃん、今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。藤井さん、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、それではニュースピックアップいきましょう。まずはこちら、日経新聞、アベノミクスの金融緩和継承、総理日銀が判断。岸田総理は昨日の衆議院予算委員会で金融緩和を柱とする経済政策アベノミクスを継承するかを問われ、日銀の新体制が判断するとの認識を示しました。マーケットの状況なども判断しながら対話を重ね、日銀として適切な手法を判断することになる、まあ、こういうふうに語っています。藤井さん、アベノミクスの継承に関してはこういうふうに総理が言及したんですけれども、この岸田総理の発言は、これあの藤井さんはどういうふうに捉えていらっしゃいますか。いや、これよくわからん話ですよね。はい、だって日銀総裁決めてるわけでしょ。でそれ決めるときに、その時に決めるときに、だからどういう方針かっていうのは、考えて決めてるわけですよね。はい、子会社なんだから日銀なんていうのは、で決めたからそいつが勝手に決めるとかっていうのはバカかっていう話ですよね。はい、だから言い方っていうのがあって、いやそれもちろん日銀は独立やっていう話なんでしょうけど、アベノミクスは継承されると私は考えているとか、はい、それを判断することだがとか、言えばいいだけですよね。そうですね、いやだからバカはこういう話をするわけですよね。いや本当も、いやもうなんか政治家じゃなかったらこういうこと言うでしょ、官僚はこういうこと言うでしょうけど、政治家はもっとちゃんと言うはずですよ。これ政治家ちゃうんですか、この人。何言ってるかちょっと分かんないですね。はい、で、ま、次期日銀総裁候補に植田和男氏を選んだ理由、ま、これも説明しました。重視した点としては国際社会との対話力があること、そして内外の市場に適切な説明能力を持つこと、ま、この2つを挙げたというんですね。ま、人選にあたっては金融市場に与える影響なども十分に注意を払ったと強調しています。ま、この次期日銀総裁の候補の理由ですが、これは藤井さんどうでしょう。これが理由やねやったらもう、経済財政諮問会議に日銀総裁呼ばんでいいんじゃないですか。あ、はい、だって勝手に説明したらいっちゃう話でしょ。どうして呼ぶんでしょこの人。呼ぶんですね、経済財政諮問会議に。はい、ここで一緒に考えるんでしょ。はい、もちろん経済財政諮問会議で適切な議論をすることが可能だと思ってるから呼ぶわけでしょ。はい、何なんですかこの人。僕じゃ意味が分かんないですね。政治家じゃなかったらこれでいいかもしれない。官僚やったらこれでいいかもしれないけど、あなたは総理大臣なんでしょ。はい。日銀っていうのがどれだけ重要な、日本経済にとって重要な存在かって知らないんですか、この人は。
バカなんですか。いや僕には意味が分かんない、はい、で構造的な賃上げをもたらす経済成長と物価安定の持続的な実現に向け政府と日銀が連携しなければならない、まあ、こういうふうに訴えたということなんですけれどもね、うん、まあ、そうやって訴えたらいいわけですよ。そうですね、まあ、これそういうことが可能だと思うから人事選んだんでしょ。違うんですか。いやだと思います、順序としてはね。何を、本当に気色悪い男ですね。あ、はい、僕には意味がわからない、はい、うん、男とは思えない。続いてはこちら、日経新聞、訪日客住む消費回復。コロナ禍で沈んだ訪日外国人消費が回復軌道に入ったという記事。1月の訪日客数 149.7 万人でコロナ前の2019年1月と比べ 56% の水準。中国本土以外からの訪日客に限れば 76% にまで回復しています。伊勢丹新宿本店では訪日客への高級ブランドの販売が好調で、台湾や東南アジアからの客が売り場に目立つといいます。国や地域別では韓国が 56.5 万人で2019年の1月と比べて 73%、 アメリカは 8.8 万人で 85% まで回復しました。順調にいくと年2000万人台が視野に入るということですが、まあ、インバウンドですよね、藤井さん、このインバウンドの動向はどうでしょうか。何なんですかね、このニュースもね、はあ、だってちょっと意味が分かんないですよね。だって、はい、消費回復って別に消費に占めるインバウンドの消費の割合っていうのは極めて限定的なわけでしょ。0.7% でしたかね、うん、はい、だからどうでもいいじゃないですか、この外人外国人の人が多いとか少ないとか、はい、消費に対しては、はい、うん、だから何なんですかね、この負け犬根性っていうかね。外国人がいなくったって別に消費は回復できる、何かこの、まあ、ニュースだけを見ると観光立国みたいなね、うん、まあ、そういう感じですよね。内需立国なんですから、観光なんてどうだっていいんですよ ね、 はい、5割以上がその個人消費で、ね、成り立っている内需のこの国ですから、うん、日本は、はい、そうです、まあ、そちらをもっともっとこの手こ入れしていただきたい、うん、まあ、こういう、ね、あのニュースもあってはいいんでしょうけれども、うん、だから消費とは関係ないですよ ね、 そうですね、インバウンドが増えましたっていう話ですよ、はい、消費なんかどうだっていいんですよ、こんなものは、はあ、内需の方が大事なんだから、そうですね、うん、ニュースの見出しがおかしいですよね。ああ、訪日客住む消費回復ですもんね、うん、だから消費はどうでもええっつってね、こんなやつらの、うん、と僕は思いますね、はい。時刻6時18分です。時刻6時31分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。イギリスのシンクタンク国際戦略研究所、昨日軍事情勢の報告書ミリタリーバランス、この最新版を公表しました。2022年の世界の軍事費およそ260兆円、前の年に比べ 2.6% 増加しました。ロシアのウクライナ侵攻、中国の覇権主義的な動きによって世界の軍事費再び膨張し始めているということなんですね。で、世界最大の軍事大国でありますアメリカ、前の年に比べて 0.9% 増加の7666億ドル、世界の軍事費の 39% を占めました。で、2位が中国、3位がロシアで、中国とロシアの軍事費はアメリカの4割強の水準だったといいます。中国が前の年よりも285億ドル増加し、絶対額では過去最大の伸びとなったというんですね。藤井さん、世界の軍事費が増加しているというニュースですね。うん、まあ、これはまあ必然的な状況ですよね。はい。うん、まあ、アメリカと中国と、はい、それからロシアの三大軍事大国の覇権闘争がこれから10年、20年単位で始まりますから、これは増えることがあっても減ることはないでしょうね。はい。で、特にこの中国なんですけれども、アメリカのこの能力に追いつこうとする姿勢が鮮明だと、このアメリカ本土を射程に入れるこの大陸間弾道ミサイル ICBM ですね、これを140
140機、21年と比べて2割増しですね。で、レーダーに映りにくい性能を持つ最新鋭のステルス戦闘機、この保有数が140機を超えると前の年のおよそ50機から 2.8 倍としているということなんですね。で、イギリスのシンクタンクの国際戦略研究所によると、2020年の物価変動の影響を除いた実質ベースの軍事費は前の年に比べて 2.1% 減少、ただ兵器のこの価格、あと兵士の給与、これが上昇していて、各国の政府は名目ベースで大幅に予算を増やさないと抑止力の向上につなげられない状況、まあ、こういう指摘する声があるということなんですが、藤井さん、やっぱりこの抑止力、バランスってのは大事ですものね。もちろんそうですね。だから日本はインフレ率と同水準程度の、はい、当初予算の増額っていうのね、世界のインフレ率と同程度のですよ、はい、しておかないと軍事力の維持ができないということですよね、だから名目で増やせばそれで一応話はもうなくなってるんですよね。はい、まあ、当たり前の話です。そうですね。で、特にこのウクライナに近いヨーロッパ各国では陸上兵器のこの増補補強がですね、目立っていると。ドイツは冷戦後に削減を続けてきた戦車を再び増やし始めたと。で、レオパルト、これをですね、321両22年には保有し、1年間で1割を超えたということなんですね。で、東ヨーロッパ各国は、こちらはその大砲のこの榴弾砲ですね、の大砲の取得を進めていると。バルト三国のリトアニア、保有数を3割増やしたといいます。ヨーロッパ各国、ウクライナへの兵器供与に取り組みながら自国の防衛力強化、これも必要となって兵器が不足状態にあると。ポーランドなどは戦車や自走砲といった陸上兵器を韓国から輸入し始めたというんですけれども、韓国から輸入なんですね、藤井さん。うん、まあ、そういうことは、独自の軍事ルートでね、はい、進めることが必要でしょうね、それぞれの国がね。だから、日本もちゃんと、自国での生産能力を高めていく必要が必要ですよね。はい、当然ですけどね。そうですね。ただね、これ、採算が最初のうちは取れないわけですよね。まあ、企業からしたらそういうことなんでしょうけれども、採算が取れるようにするのは、国家の仕事ですから、政府がそうすればいいだけなんで。そこそ、政府の出番ですね。そうです。だから、ちゃんといいねで、買ってあげればいいんですよ、この国なんていうものは。はい。また後ほどお話伺います。時刻6時40分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授、藤井聡さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。産経新聞から、トルコ南部を震源として今月6日に発生したトルコ・シリア大地震の死者が、両国で全部で4万1000人を超えたことが分かりました。崩壊した建物などは20万棟近くに上る見通しで、専門家は破壊力が強い揺れや建物の特徴的な崩れ方などを指摘、揺れの原因となった活断層も長らく危険性が叫ばれていた存在でした。違法建築耐震基準を骨抜きにする慣習が横行していたという、まあ、こういう見方もありまして、人災ともいえる状況を含んだこの要因が複合的に重なって被害の拡大を招いた可能性があります。で、地震工学が専門で過去にトルコを現地調査した経験があり、今回のデータを解析した愛媛大学の森教授は、深刻な被害をもたらす要因の一つとなった揺れについてキラーパルスだった可能性があると説明しています。このキラーパルス、建物に対して大きな破壊力がある地震の波でして、建物には大きな打撃を受けやすい固有の周期があって、今回はその周期に合った揺れに襲われた可能性が高い、まあ、こういうふうに森教授は説明をしています。まあ、トルコのケースでは 1,2 秒の周期の強い揺れで低層から中層の多くの建物の倒壊、これを招きやすく、平成7年の阪神大震災でも観測されたといいます。藤井さん、このトルコシリア大地震、この思いのほか犠牲者が多いですよね。
そうですね、4万人を超えるっていうのは、本当、すごい数字そうでにすね。なりましたですよね。で、まあ、建物には固有振動数っていうのがあって、まあ、その固有振動数で揺れると、その建物はもう、いともたやすく壊れてしまうんですよね。そういうことなんですね。はい、で、まあ、耐震基準っていうのも、まあ、今のね、ご説明だったら骨抜きにされるようそうですね。な、まあ、習慣があるっていうのは恐ろしいですね。まあ、日本ではそれはないと、まあ、信じていますけどね。そうですね。どうもこれ、御社とかいう呼び方をしているようでして、まあ、その建築するときに、まあ、お金ですよね。で、この柱、これなくてもいいよとかですね。あとは、その1階に入った新しいこの店なら店が、勝手に柱取っちゃったりするとかですね。ああ、なるほどね。そういうもので、建物がもろくなったっていう話もありますし、あと、エルドアン大統領は、1999年でしたか、この旧耐震基準で、この崩壊した9割ぐらいが、その旧耐震基準だったっていうふうに、まあ、発言をしてるんですけれども、これも本当なのかしらっていうようなですね。そうですね。まあ、ですから藤井さん、これいろんなことがこの合わさって、今回のこの多大な犠牲に、ああ、そうです。つで、な日が、本もね、大きな地震がやってきますから、そうですね。まあ、こういうようなことが直接起こるというわけではないでしょうけども、まあ、類似したようなことがね、建物ではなくて、いろんなインフラとか、エネルギー施設とか、そういったところで起こってくる危惧がありますよね。そうですね。人事じゃないってことですね。全く本当です。さあ、それではここからは藤井さんにこのテーマで話を聞きます。防衛増税で揉める中、外国支援に非難の声。岸田総理は先週、フィリピン、マルコス大統領と会談し、来年3月までに官民でフィリピンのインフラ整備などへ6000億円の支援をすると表明しました。 ODA 政府開発援助と民間投資を合わせて支援します。日本とフィリピンともにアメリカの同盟国で、日本政府はフィリピンを基本的価値観を共有する戦略的パートナーと位置づけています。で、中国が軍事的圧力を強める中、日本は南シナ海で中国と領有権を争うフィリピンと経済安全保障両面での連携強化を図ろうとしています。で、この支援について SNS では、防衛費の一部1兆円を増税しようとして揉めているのに外国を支援するのか、外国を豊かにするために働いているんじゃない、まあ、こういった怒りの声が上がったというんですが、藤井さん、こうした声、これは藤井さんはどういうふうに捉えていらっしゃいますか。もちろんこれはまあ国民感情としてそれは思いますよね。ですから、外国にそんなことやる暇があったら、日本ちゃんとお金使えよと、まあ、誰もが考えますよね。だからそれは、そういうふうに思わせてしまう岸田政権っていうのが、まあ、本質的な問題を抱えてるっていうのが第一点ですよね。一方でですね、まあ、このお金は何かっていうと、まあ、基本的には財政投融資とか、貸し付けなんですよね。円借款っていうやつで。まあ、真水とはおそらく違うものなので、だから、そんなに日本国家に対して大きな被害があるというものでも、まあ、ないとも言えるわけですね。ですから、まあ、国民感情の問題だと僕はこれ思いますね。でも今、藤井さんご指摘の通りですね、これ国民が、有権者が納得いってれば、例えばその防衛費云々なんていう話は出てこないんですものね。全くその通りです。まあ、ですから、このね、防衛費増額に必要な財源確保に向けたこの議論、まあ、これ国民が納得いかないから、まあ、こういうふうに、このなんでだよっていうようなこの感情が出てきちゃう。全くその通りですでよすね。ね。で、まあ、具体的にはですね、不足するとされるこの防衛費増額1兆円、年1兆円強をどう捻出するか、これが焦点となっています。で、岸田政権、増税による国民負担を念頭に置いていると。で、一方、与党の自民党の内部からは乱暴な増税議論だと反発の声もあります。で、財政運営の見直しでやりくりが可能だとするこの対案もですね、示されています。で、防衛費増の財源調達の手段として国際償還期間の延長案、これが浮上しています。まあ、国債のこの返済期間を60年から80年に延長して、その余った分を防衛費に充てるという、まあ、議論もありますし、もっと言っちゃえば、この60年
年この返還のルール、これ撤廃していいんじゃないのっていうような、うん、まあ、こういう意見もあるんですが、藤井さん、このあたりはいかがですか。うん、もちろん国債の60年償還ルールなんていうのはこれ撤廃しても全然構わないですし、それ以前にですね、こんなルールなんてどうでもよくてですね、あの国債で調達すればいいというだけの話も、はい、まあ、あるわけですよね。まあ、でも、まあ、あの国債についてはこういうルールがあるので、60年償還ルールっていうのを撤廃した方が、はい、自由に国債を発行することができますから、まあ、国債を発行すればまあそれでいいだけの話なんですけど、はい、まあ、これもですからどうなっていくかですね。うん、だから国債発行の時にね、はい、何かしらの、ルールが必要なんですけども、例えばあの名神高速道路、東名高速道路でね、はい、なんか僕は時速30キロで走る、ルールを作るんだって言ったら迷惑ですよね、はい、時速30キロでとか言って、なんか100キロで走れよお前っていう話だから、まあ、だから今の日本政府はそういうことをやってるんですよね。だから、はい、ルールっていうのを適正化すればいいわけで、でルールっていうのは何かっていうと、債務対 GDP 比が発散しないというルールで国債を発行すればいいんだから、はい、だからいちいちそんな総額がなんぼとか、60年でなんぼとかっていう、そんなルールはですね、まあ、時速30キロで走るんだとかって言ってるようなルールですから、そうですね、そんな尺度で 見る時代じゃないってことなんですね。そうです。で、よその国はみんな別に100キロとか120キロで走っとるわけですから、まあ、日本は競争で負けますよ、それは。はい。で、ところで政府はですね、今月3日、防衛費増額の財源確保するため、国有財産の売却など、税金以外の収入を積み立てる防衛力強化資金、この創設を盛り込んだ法案、閣議決定しています。国有財産、大手町プレイス、この売却益およそ4000億円、新型コロナウイルス関連予算の返納金およそ746億円などを流用する予定です。で、この大手町プレイスは東京駅近くにある商業施設で、去年11月財務省が政府保有分を4364億円で売却をしています。まあ、当時この国内の不動産取引で過去最大の金額として話題になったところです。まあ、その他この新型コロナウイルス関連予算の返納金が746億円というものがあるんですけれども、まあこういうふうにこの、まあなんて言うんでしょう、国有財産、これに加えて年金に返納されるはずだったこの剰余金までなりふり構わず防衛費の財源をかき集めるとも言われている岸田政権なんですが、これこちらにも批判の声が上がってます。藤井さん、こちらはどうでしょう。だからまあこんなね、国有財産って今売ったらその分のお金にはなるんでしょうけども、はい、それを保有していることで長期的にもっと大きな富が得られるかもしれないわけですよね。そしたらあのこういうことを売却することで赤字を拡大してるってことにもなるわけですよね。はい、そうなると、はい、うん、だからそれ非常に愚かなことだと第一に思いますけど、思いますし、はい、でしかも別にそんなもんね、もう虎の子のそんな資産とか売らなくても国債を別に売ればいくらでも資金なんて調達できるわけですから、はい、で国家なんですから、僕らみたいな一般の自分で通貨発行権のないような組織じゃないわけですから、はい、自分が国家なんだっていうことをちゃんと思い出してもらってですね、自由に国債を発行されればいいだけなんですけどね。はい。まあ、ですからね、先ほどの藤井さんの例もありましたけども、古い尺度でずっと行くんじゃなくて、諸外国もやってる通りにこのね、新しい尺度でやっていけば問題はない。という意見が増えてますよね、今は。はい、そうです。まあ、だけど変えませんね、藤井さん。うん、それも変えないですよね。だから30キロで走るっていうルールを決めて、はい、それを変えないっていうことを国税にしてますから、財務省は、はあはあ、うん、でその財務省の国税を、はい、岸田さんはもう五所大臣にいいダクダクと従ってるので、はい、ダメですよね。そうですね。まあ、今回その国債このね、なんで60年なのかっていうところも、うんうん、はそうなのみたいなね、で特に理由ないですよね。昔は建設国債のルールだったものを、ただただそのまま引き継いでるだけで、はい、
まあ、それを全部に当てはめたってしょうがないじゃないかっていうのが全くその通り、意味がないです。意味が本当にないんですね、うん、これはい、意味がないです。はい、はい、ニュース最前線でした。ダバダテラダバダテッテラダバダテラダバダテラテラ文化放送おはようテラチューン。時刻6時54分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。藤井さんはあの釣りもお好きでしてね。はい、そうですね、はい、あの忙しい中でも年に1回か2回は行きたいなっていう、うん、あのタイプのね藤井さんですけども、はいねはいはい、藤井さんサバっていうのはやっぱり釣ったことありますか？サバはね、あの時々釣れますよね。そうですか。あのっていうかあの、うん、サビキで行けばサバいくらでも釣れるんですけど、あの、まあ、そういう釣りもありますし、あの大きなね40センチ50センチのサバを狙って釣ったりとかすることもありますよね、はい、いや非常に美味しいですね、サバっていうのはね。美味しいですよね。ただそのサバがですね、うん、現在記録的な不漁なんだそうでして、うん、今年はそうらしいですね。サバ缶のこの価格が上昇し、水産食品会社極洋が今月3日出荷分から記録的な不漁などを理由にサバ缶のうちですね、28品の8品の出荷を一時停止したと発表しました、うんうん、いやーすごいです ね、まあ、水資源はそうなってますよね、はい、で出荷の再開時期はわからないっていうんですね、うんうんうん、見て、はい、でまあ、サバというとねこれ、秋の終わりから冬に旬を迎えて、まあ、本来ですと2025年に賞味期限を迎えるサバ缶が並んでいるはずなんだそうです、うん、というのも、これサバ缶の場合は3年賞味期限はだいたい3年ぐらいと言われてますから、うんうん、ですからあの新しい、まあ、新しく作った缶詰だったら3年ですから2025年ぐらいに賞味期限というふうなサバ缶が並んでいるはずなのに、はいはい、ところが現在店で販売されているサバ缶は、ワンシーズン前に製造されたものだけで、うんうん、今シーズンのサバ缶が全くと言っていいほど入荷していないと、いやこれなんかねサバっていうと、いやまあ完全もちろん美味しいですけども、塩サバとかもうまいしね。いやそうですよ、ね、サバって言ったら、はい、ね本当にあのお手軽なね、あの価格で、美味しいのにお手軽だっていうお魚だったんですけども、はい、うん、希少価値になってきたら困りますよね、サバがね。塩サバ、味噌サバ、はい、でもうまいですよね。うわ味噌サバもね、そば、あのうまいですよ、サバの味噌にね。あこれも好きだな。でそのサバ缶ショックが広がる中で、産地の悩みも、まあ、実は深刻でして、全国有数の水揚げを誇る宮城石巻市のこの魚市場によると、うんうん、不漁だった昨シーズンのサバの漁獲量がおよそ1万2000トンだったのですが、はいはい、今シーズンさらにおよそ9000トンに減少したということなんですね。うん、でじゃあ何が理由かというと、この不漁の原因として専門家は、うん、イワシの大群がサバを漁場から追い出している。あら、まあ、いや、あらまあそうなんですか。そみたいです。だからイワシの方がちっちゃいじゃないですか。でも多勢に無勢なんでしょうねきっとね。あまあ水物ですね、生き物っていうのは大変ですね。そうですね、生態系っていうのは。そうですね、ですからね、うん、本来だったらこののびのびサバが、ここら辺はいいななんて言いながらね、うん、サバがいるところに、まあそうですね、もう大量のイワシがどこへみたいな感じでこうやってきちゃったっていう、ね、どうもこういうことのようなんですよ。イワシよりもサバの方がうまいですね僕はね。そうですね、イワシもうまいですけど、イワシも美味しいですけど、まあ、サバの方がいいですよね。どっちかって言ったらサバ、うん、サバの方がいいかなっていう ね、うん、僕は口が今サバになってますね。サバの話ばっかりしてると、なってますか、もうなっちゃった。サバいいですね。まあイワシの缶詰もありますけどね、うん、それありますけどもね、それはサバですよ、はい、そうですね。なんてことしてくれんだっていう感じが個人的にはしてますね。まあこれもでも
他にもいろいろ原因があるんでしょうね。うん、まあそうだね。まあイワシのこのなんていうかこのルートがちょっと早まったのか迂回したのかよくわかりませんが、これ生態系ってのはそうでしょうねきっとね、うん。はい。あと藤井さん、卵も高騰しておりまして、はい、そうみたいですね。はい、卵の卸売価格、今年1月31日に統計が公表されている1993年以降で最も高い305円。うんうん、つけました東京で。で以降2月3日315円7日325円、うん、非常に早いペースで値上がりし続けて14日335円をつけたと、うん。まあ、これは鳥インフルエンザの感染拡大による卵の価格高騰、卵業界関係者によると鶏ひなから卵が産めるようになるまで半年ほどかかって、その間に卵の高値が、その間はですね卵の高値が続く可能性があると、まあ飼料代とかそういうのも上がってるわけですね。あとまあ電気も使えば電気代だってこの上がってる中でなかなか、まあ、卵の場合いろんなものが重なってしまいましたね。これはもう、ね、インフルエンザも供給力が、うん、そうなんですね、はい。でもこうやって、まあ、いろいろと影響を受けて我々その物価高騰、電気が今一番ね何かびっくりするようなこの値段にはなってますけれども、本当にそうです、ね、早く下がらないかなという感じがします。はい、まもなく7時です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。日経新聞からです。季節性インフルエンザが3年ぶりに流行して全国各地で学級閉鎖などが急増しています。新型コロナウイルスの対策が徹底された2021年から22年に流行せず集団免疫が低下しているほか、これだからですからこのインフルエンザの集団免疫が低下しているってことなんですね。で行動制限の緩和で往来が活発になったことが要因として指摘されています。大学高校が本格的な受験シーズンを迎えている中、拡大傾向当面続くと見られていて手洗いなど基本的な感染対策が不可欠といいます。で厚労省などによりますと自治体に患者報告が求められている全国およそ5000カ所の定点医療機関から5日までの1週間に報告があったインフルエンザの患者数合計62,583人で1医療機関あたりでは 12.66 人、2022年の同じ時期のおよそ1526倍なんだそうです。インフルエンザ藤井さん増えてきましたね。うん、うん、まあそういうことありますよね、で季節性インフルエンザいつも流行っていきますから、はい、うん、まあ、考えてみればこの新型コロナウイルス、まあ これがこの、まあ、3年前ぐらいからね、パンデミックなんて言ってこの流行して、はい、大騒ぎになりましたけれども、その前はインフルでしたもんね。いやそうですよ、インフルエンザでたくさんの方がね、はい、亡くなってるんですよね、はい、ね、例えば1995年とか、はい、4万人近くの方が亡くなってるし、3、4万人亡くなることっていうのも全然あり得る話なんですよね、はい、で1万人ぐらい亡くなるっていうことも全然あり得る話ですから、はい、うん、だからインフルエンザとコロナっていうのは別にどっちもね、はい、命を失うかもしれないものはい、もうですから、連続性っていうのは両者そんなに変わらないっていうのが今の、まあ、行政上の判断ですから、はい、ちゃんと冷静に対応する必要がありますよね。どっちも、どっちで死んでもダメな、はい、そうですね、でこのインフルエンザ感染これ、まあ、同じなんですけど新型コロナウイルスのこの対策と、マスク着用とか手洗い、あと窓やドアなどのこのこまめな換気ですね、それと、ね、あと十分な休養と栄養、バランスの取れた食事と、変わりませんもんねこれね、まあそうなんですけど、少なくとも現時点においては、はい、インフルエンザは5類ですけど、はい、コロナは2類ですから、そうですね、法律的な扱いが違うんですよね、はい、だから早よ帰ろう言うて、5月8日ですもんね。なんで5月8日やねんお前そうですね、もうこれ僕の部下やったらアホだろー
僕は何考えとんねん、石川郎ってやりますね、僕やったら。でもまあ、部下じゃないからしょうがないですよね、アホがやっとんでね。いやいや、そうですか。アホやってること僕ら帰れないですよね。だってもう、よその会社とかでアホなことを、よその研究室でアホなことを教えてても、どうしようもないですからね。ああ、そうですね。アホやな。ですね、あの近所の子供が悪いことしたらコラーでいけますけどね。そうそうそう、いけますけども、だから隣の研究室が悪いことしたって、アホやなあ、思うだけじゃないですか、ね、うちやったらコラーそうだ、ね、アホが隣の研究室になんか藤井さんがコラーって言いに行ったらね、ちょっとあどうされましたみたいな ね、感じになりますもんね。ありますからね。だから、はい、岸田さんも総理大臣だからコラーってちょっと言いにくいじゃないですか。うわ、そうですね。岸田さんそれはけしからんだろとかは言えますけど、はい、コラとは言いづらいというとかって言えないじゃん。千葉太郎みたいに言えないじゃん。千葉太郎そうですね。知らないですよ、千葉太郎って。古いですよ。あのおそらく知ってる方は知ってると思う。嬉しいな。そうですよ。懐かしいですよ、もうね。っていうのがね、はい、いるんですよ。はい、古い人で大阪市議会議員やったりとかしてね。そうでしたっけ。そうなんですよ。市議会議員やってたんですか。そうなんですよ。立派な方なんですよ。そうなんですね。立派。ねえ。はい。岸田さんよりずっと立派。いや、そうですか。って怒るから。そこなんですね。はい。時刻7時13分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。ニュースピックアップ。今度はこちら。毎日新聞。来年度 56% が賃上げへ。帝国データバンクは昨日、来年度の賃金について改善を見込むと回答した企業が 56.5% に上ったとするアンケート、この結果を公表しました。毎年1月に実施している見込み調査では過去最高だった2018年度と同じ水準です。改善の内容ではベースアップベアが 49.1% となり、2年連続で過去最高を更新しました。そして賃金を改善する理由ですが、 71.9% が労働力の定着確保と回答。今回新たに設けた従業員の生活を支えるため、こちらは 70.1% に。物価動向を上げた企業も 57.5% と半数を超えていて、2006年の調査開始以来最高だった15年度の 23.8% を大きく上回りました。一方、改善しないと回答した企業 17.3%、 理由は自社の業績が低迷、こちらが 62.2% と最も多くなりました。物価動向、これをですね、上げた企業も 20.2% ありました。藤井さん、こういう数字が出てきましたけれども、これはどういうふうに捉えていらっしゃいますか。まあ、もちろんね、賃金が上がっていくっていうのはとてもいいことで、はい、でこういうことは、まあ、コストプッシュインフレでもね、最初はコストだけが上がっていくんですけど、物の値段が上がっていくと、それが、いわゆる摩擦係数でいう、同摩擦係数を超えて動き出しましたから、あとは正摩擦係数だけになりますので、物理学でいうところね、だから物価の引き上げっていうのは比較的、やりやすくなったんですよね。はい。で、物価の引き上げがやりやすくなったっていうことで、その賃金をそこに上乗せすることもできるという企業も増えてきて、で、そうやってコストプッシュインフレがしばらくしてから、はい、いわゆる良性インフレの傾向を帯びてくるということは十分あり得る話なんですね。はい。なるほど。その物価が上がる、価格転嫁ができる、はい、それが賃上げにつながって。はい、そうです、そうです。で、まあ、今。いいことだな。そうなんですね、言ってるように、このより良い人材の確保につながって、 そうです、まあ、それが今度商品サービスの向上につながっていくと、そうです、そういうことになっていけば、うん、もういいわけなんですね。そうです。だから価格にね、ちゃんといろんなものをちゃんと、はい、乗せられるような状況を作ってあげないといけない。まあ、これでも本当だったらこのね、民間企業だけでは厳しいぞっていうところもあるわけですから、はい、まあ、そういったところには何らかのこの、まあ、政府の力っていうのもやっぱり必要なんでしょうね。もちろんそうですよ、ね。だってコロナで傷つき、インフレで傷ついてるんでしょ、はい、でそれ以前のデフレで傷ついてるっていうだけでも相当手当てをしないと、ね、いけないんですけども、はい、うん、それからもうコロナとインフレがね、来てるわけ、はい、
で今年の春闘で自動車メーカーなどの労働組合が昨日一斉に経営側に要求書というのを提出しました。トヨタ自動車の労組が過去20年で最も高い水準となるなど各労組とも大幅な賃上げを要求し記録的な物価上昇に見合う賃上げが実現するかが焦点となります。トヨタはその職種職位別で3570円から9370円に、ホンダはベアと定期昇給で、全部で1万9000円という、まあ、こんな数字が出てますけれども、まあ、でもこれ先ほどからもお話ありますがこの儲かってるところはねこうやって藤井さんいろいろと賃上げできてっていうようなことですけれども中小のこの前のこのアンケートですと7割がいやちょっと賃上げできないんだけどっていうようなそんなデータもあるんですよね。うん、まあそういうのはありますよね。だってあのコストプッシュインフレで価格転嫁しやすくなったとはいえ、しやすくなっただけで全部できるってわけじゃないですからね、うん、それはもちろん価格転嫁できなくもなりますからそうなった賃金も上げられないですよね。はい、まあ、ここをどうしていくかという感じ。ただあの藤井さん雰囲気としては何かこう賃上げのこう雰囲気っていうのは醸成されてきてる感じがしますね。そういうことですよね、はい。だって賃上げしなかったら今度人材確保っていうのも難しくなってきますもんね、うん、そうです、はい。まあ、これがいい先ほど藤井さんご指摘の通りいい感じで回っていけばいいんですかね。はい、その通りです、はい。続いてはこちら日経新聞。車生産停滞、景気回復に水。自動車生産の落ち込みが日本経済回復への重荷になっているというニュースです。サプライチェーン供給網の混乱などが響いて去年12月の生産水準新型コロナウイルスの流行前の19年平均を 16% 下回りました。輸出台数もコロナ前よりも少なくて経済の下押し効果が2年で全部で 5.7 兆円という試算まであります。で国内の自動車産業はコロナ感染これが拡大した20年に行動制限ですとか急激な需要減で生産が大きく落ち込みました。で経済産業省がまとめる生産指数一時的に19年平均の半分程度まで下がりました。で経済活動の持ち直しで生産は回復したものの21年には東南アジアでの感染拡大で部品調達が途絶えました。で去年は中国のゼロコロナ政策で上海のロックダウンなどがありまして必要な部品これが届かないという事態にも陥りました。日本の国内工場部品供給が滞るたびに操業停止生産調整を余儀なくされました。自動車生産日本経済に与える影響これ非常に大きいわけなんですが、車の生産停滞これは藤井さんはどう受け止めてらっしゃいますか。それはまあ関連産業がね多いですし、はい、関連企業それから関係の労働者っていうのが大きいですからね、はい、うん、これはまあ深刻な問題にもなり得ますよね、はい。でこれその先ほどもお伝えしたこの国内工場ですけれども部品供給、これがですね滞っちゃうたびに操業停止、生産調整でしたものね。で22年12月の生産これをコロナ前の19年平均と比べてみると自動車 16% 減ってます。で半導体製造装置などの生産用機械工業は 16% 増、電子部品、デバイス工業は 2% 増だったということなんですね、で、鉱工業生産全体を見るとコロナ前を 5% 下回り、このうち半分近くが自動車工業の直接的な下押しによると、まあ、こういうようなデータも出てますね、はい。で輸出なんですけれども、まあ、こちらも冴えないと出ています。財務省の貿易統計によると去年の乗用車の輸出台数436万台540万台だった19年を100万台超下回っています。で去年の大幅な円安ドル高追い風だったんですが収益機会を生かせていないとも言われています。でこの自動車産業裾野が先ほど藤井さんもおっしゃってましたけれども、はい、いろんな関連会社ありますから、はい、裾野が広いわけで減産輸出減の影響は非常に大きいと。
試算によりますと、自動車生産の低迷で21年は 2.7 兆円、22年は 3兆円と、全部で 5.7 兆円の GDP 押し下げ効果があったと。他の産業が競争力を落としていることにも問題がありそうだと言います。まあ、かつて屋台骨の一つだったエレクトロニクス産業、海外勢に押され、2008年のリーマンショック以降に生産拠点の海外の移転、あと事業撤退、これが進みました。で、台湾の半導体製造メーカー TSMC の熊本進出などで、半導体分野の国内投資再び盛り返す機運はあると言います。国内での投資を喚起する産業の育成、これが改めて求められているということなんですけれども、藤井さん、このあたりは大事ですね。いや、全くその通りなんですけども、そもそもね、これもいつも言ってることですけど、日本国内の日本企業が発展していく上で、一番大事なのは、内需が拡大していくことなんですよね。だから、経済が成長していくことが一番国内の企業を盛り立てる秘訣をもたらすんですよ。そこを忘れちゃいけないってことなんですね、これね。それがあるのに、それを放置してる以上は、こういう動きっていうのは限定的になるでしょうね。さあ、続いてはこちら行きましょう。日経新聞、総理失業給付見直す。岸田総理は新しい資本主義実現会議で、労働移動の円滑化に向けて自己都合で離職した場合のこの失業給付のあり方を見直すと表明しました。自己都合で辞める場合は解雇といった会社都合に比べて給付を受けられる条件が厳しい中、制度の見直しで転職などを進めやすい環境を整えるとしています。自己都合で離職した場合に、現行ではハローワークで求職を申し込んでから給付開始まで 2,3 ヶ月かかります。で、会社のこの都合の場合より時間がかかって、こうしたこの制限措置が必要かどうか、これを検討すると。自己都合での退職でも早めの給付、これを視野に失業給付のあり方を見直すという、この動きのようなんですが、藤井さん、こちらいかがでしょうか。もちろんね、こういうのを認めていくっていうのは、当然大事なんですけれどね。で、この求人や転職情報に関してはですね、ハローワークや民間人材会社で情報共有を進める方針、これも確認しています。転職希望者へのこのキャリア相談に応じやすい体制、これを整える狙いがあると。岸田総理は、ハローワークでのコンサルティング機能の強化を図ると述べました。職務内容を明確にしたジョブ型雇用の日本での普及、これに向けてはですね、企業の実情に合わせた導入パターンを6月に示す考えだと言います。これでも藤井さん、日本では、これまでというか長らく終身雇用というね、そうなんですよ。だから、こういうのはやりゃいいんですけど、それ以前にちゃんと安定的にその職場から離れないで働こうという機運を高めないと、それはもうだって仕事をほったらかしといて流動性高めたってどうにもならんですよね。だって嫌な仕事をつきたくないんだから、みんな、みんなその仕事が続けたいなっていう仕事を、それぞれの仕事が続けたいなっていう状況を作らないといけないですから、だからすぐね、最近の財界の人とかね、政治家は雇用の流動性を確保するのが大事なんだってね、だからそれが正義のようになってるんですよね。その正義感に基づいてこれもやってるんだなと思うと、なんか冒頭で言いましたけど、それはやりゃいいんですけど、って感じですよね。そうですね。これですから、おそらくラジオ機の方の中にも、そんなに終身雇用ってダメなのみたいなですね、何かこうそういう感覚にもとらわれがちなんですけれども、藤井さん、このあたりはどうですか。いや、それもちろん終身雇用いいんですよ。だって安定的にその職場でね、仕事ができますから、まず慣れる時間がもういらないし、それに転職のために、使う時間もいらないわけですから。労力もね。で、
特定のスキルっていうものを一旦覚えたらずっと使えるようになるわけですから、はい、極めて効率的であるという側面があるんですよね、終身雇用っていうのに。はい。だから終身雇用年功序列っていうのはね、本当は見直されるべきなんですよね。だって80年代ね、日本がものすごく羽振りがいい時はね、そういう日本型経営っていうのがもう素晴らしいって言われてたわけですよ。はい。ところがもうバカみたいに消費税増税してね、これで経済が悪くなってきたら、なんか日本型経営はあかんとかってね、はあ、言うようになっててね、いや本当日本人ってアホなんやなと思いますね。まあ、ですからこれ、企業の立場に立ってみれば、より良い人材をこう得られるっていう意味では、まあ、便利っちゃ便利なんでしょうね。いやそうでしょ、だからこれは使い捨てにしやすいですから。あ、そうですね。あ、だからこれはもう資本家の、資本主義っていうのは資本家主義ですから、はい、資本家の思い通りの言説が曲がり通ってるんですよ。終身雇用年功序列っていうのは労働者のことを考えたシステムで、それが日本型経営で、それが日本の成長の秘訣だったわけですけど、はい、それを今日本企業はバカだから捨ててるってことですよね。まあ、もちろんね、その能力のある方はね、どんどんこのスキルアップしてって、収入多くて、まあ、そちらに移るっていうのは、それはもうね、まあ素敵なことなんでしょうけれども、まあ、そうじゃないところの良さっていうのも、もう一回考えた方がいいような気がしますね。はい、はい、続いてはこちらです。日経新聞、東京23区子育て支援競う。東京23区が手厚い子育て支援策を相次いで打ち出しています。足立区が最大3600万円の給付型奨学金を創設するほか、江東区は所得制限なしで子ども1人について3万円の電子クーポンを配布。一時深刻だった待機児童が大幅に減る中、各区は保育所整備というハード面から給付事業などのソフト面の充実に支援の力点を移し始めたといいます。で、子育て支援をめぐっては、東京都が2023年度0歳から18歳の都民に1人当たり月額5000円の給付、第2子の保育料の完全無償化を実施します。都の政策に連動して23区が大きな財政負担を伴う事業を打ち出すことで、23区外の自治体とのサービスの格差が広がっていくということなんですね。で、この給付型のサービスというのは、ひとたび始めると住民の不公平感などから廃止するのが難しいという指摘もあります。杉並区22年に当選した岸本区長が給食費の無償化を公約に掲げて当選したものの、23年度からの実施、これは断念しています。まあ、この子育て支援というのが充実するということは、藤井さん、これ長い目で見れば国力の増加に、まあ、つながりそうな気はするんですが、うん、このあたりの動きというのは藤井さんはどうご覧になりますか。うん、もちろんね、そう、やらんよりはやった方がいいんですけども、はい、これ一人当たり月額5000円でしょ。はい。と、うん、いうことは、これ、賃金で言うと、まあ、1% ぐらいということなんですね。はあはあ、あの 1%賃金が上がれば、はい、この程度は賄えるわけです。あ、はい。で、しかも、賃金がね、1%、1回上がって、あと成長率ゼロでも一緒なんですよ。だって50001回上がってずっと5000ずつもらえるっていうことじゃない。はい、そうですね。だからね、もしね、1% ずつ増加してったら5000円で、次の年1万円で、その次の時1万5000円とかになるんですよ。給付金がね。はい。だから、成長させろっていうことなんです。あ、成長ね、はい。だから、たったそんだけのことなんですよ。1%、2%、はい、成長するだけで、それだけの給付金が増えていくっていうのがあるんですけど、そしたらも別に、何の苦もなくね、財政も何も傷まないし、はい、あ、そうですね、いいじゃないですか。で、これまた財政傷むから、なんかぐち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 言うでしょ、行政は。はい。で、それでぐち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 言ってるうちに、他のなんか削ったりするじゃないですか。そうなんですよね、それが。はい。だから成長させろ言うてるんですよ。そうですね、経済の成長ですね。消費税減税しろ言うてるんですよ。はい。そしても絶対成長するんですから。それが手っ取り早いですよね。本
当にそうなんですよ、はい、でこれ今お伝えしたように足立区は最大3600万円の給付型奨学金を創設と申し上げましたけれども、これもう少し細かく見てみると、足立区23年度貸与型だった貸付ですね、大学生向けの奨学金を給付型に切り替えると、で家計負担の大きい進学費用、これを支援する狙いで、世帯年収が800万円以下4人世帯の場合ですけれども、これが対象だと。で募集枠は40人で成績の要件も設ける、例えば私大のこの医学部ですね、進学した場合6年間で最大3600万円が給付されるといいます。でじゃあ財源は何なのかというと、区民や企業からの寄付金、あと特別区の競馬組合からの分配金、これを充てるとしています。で足立区近藤区長はですね、医者になりたい、理系に進学したいという子どもの夢が実現できる自治体を目指したい、まあ、こういうふうにこの狙いを語っているということですね。でその他現金給付の拡充も相次いでいて、世田谷区第3子から支給していた出産費用の助成を第1子から一律5万円の支給に改めるということです。目黒区新生児1人につき2万円の祝い金をの支給を始めると、江東区18歳以下の子どもを育てる世帯に対して子ども1人につき3万円の電子クーポンを所得制限なく給付、対象となる子どもはおよそ8万2500人で経費を含めた事業費31億円に上るといいます、まあ、こういう23区の中で動きが出てきているようですね、藤井さんね、まあ、大変結構なことでね、そういうことを進めていけばいいわけですけれども、はいはい、まあ、繰り返しになりますけれども、こういうことは経済成長を遂げればこういう制度を作らなくても全然できるんだっていうことをね、しっかりと、はい、改めて認識してもらいたいなというのと、はい、まあ、これができるのはやっぱり東京が財政が豊かだからなんですよね、はい、うん、地方都市ではなかなかこれができないという問題なんですよね、あともう一つどうもあるようでして、23区のある区長こう言ってます、はい、選挙が近づくとばらまきをやりたがるが目先の受け狙いでやられるのは困る、まあ、こういうふうにこう言ってる区長もいるようですね。いや、まあそうですよ。だから小池さんのやることはもう基本的に人気取りですからね。はい。まあ、人気取りの一環というふうにも。だからやらんよりはやった方がええんですけど。はい。やるんやったらちゃんとバランスよくやってもらうのは困るなと。そうですね、まあ、今ねそれこそ、まあ、岸田総理も言ってるようにこの子育てというね、異次元の子育て改革っていうような、この支援に対することを言っております、はい、まあ、そういう意味では、まあ、非常にこれ、なんていうインパクトはあるんでしょうね、うん、まあ、そういうことだと思いますけど、でも藤井さん、改めて、まあ、この少子化ですけれども、はい、まあ、海外見たってなかなか難しい問題ですよね。いや、そうですよ、出生率っていうのはもう日本は今 1.3 ですけど、はい、中国全土でも 1.4 まで落ちてて、世界中で 2.3 とかでね、はい、うん、でしかもアジアだったら香港でも1切ってますし、はあはあ、もうね、いろんなところで韓国で 0.8 とか切ってますし、はあ、で各国いろいろ対策はやってるはずなんですよね。まあ、そうなんですけども、まあ、難しいんですよね、どうしても近代社会っていうのは子供のためのコストが高くなってきますから、はい、まあ、出生率っていうのは下がってくるんですよね、うん、ただ日本の場合はこれはっきり分かってるのは、はい、結婚しさえすれば子供の数っていうのは一定確保、はい、するので、みんな結婚すればいいんですけど、所得の低い人の結婚率って低いんですよね、はい、だから所得を上げてあげたら結婚もできて、はい、うん、だから子供手当っていうのはもう経済成長なんです、はい、本当に、まあ、この特に岸田総理昨日ですか、その家族関係社会支出、まあ、これ倍ぐらいにするいろんなことを、ね、言ってましたけれども、まあ、これは子ども手当も含んでと、まあ、その他にもいろいろこの特別児童をこの扶養手当給付金だとか児童扶養手当給付金だとか児童保護費だとかいろんなものがありますけれども、まあ、これをじゃあお金増やして、果たしてそれで済むのかって言ったら、今藤井さんおっしゃったみたいにまず結婚をできるようなこの収入を対策を取っていくっていうのが
一番のような気もするんですけどもね、うん、いやもう間違いなくそうなんですよね、だから物事の本質を、はい、見失わないでもらいたいなと思うんですけど、見失ってない時が一回もないですから、今の政府ですけどね。そうですか、見失ってないことが、ということですね。ずっと見失ってあるってことですね。ずっと見失ってるってことですね。ずっと見失ってるのもうほぼ、もう恋は盲目状況です、ね、そうですか、まあ、逆に言うとバカは盲目ってことですけどね。いやいや、どうしようもない。岸田総理、国民に恋をしてるってことなんでしょうか ね、 そうですね。気づいてほしいですね、こちらの真意というものを ね、 ね、はい、時刻7時36分です。時刻7時37分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。大手電力会社が経済産業省に申請している家庭向け規制料金の値上げ、北海道電力や東北電力などが火力発電の燃料費以外も値上げの要素に含めていることが分かりました。広報費用を含めているケースもありまして、経産省の有識者会議、言い訳の聞かない値上げだなどと批判の声が上がりました。すでに大手電力の全10社が転嫁できる価格の上限に達しています。で、超過分の燃料費負担が経営を圧迫しているとして、7社は上限価格も引き上げる申請をしている中で、北海道電力や東北電力などが火力発電の燃料費以外も値上げの要素に含めているということなんですけれども、藤井さん、これはどうでしょう。いや、もうこうなってきますよね。で、電気代の値上げっていうのは、消費税増税に匹敵するような悪影響を経済に与えるわけですけど、まあこれは政府がね、しっかりと財政支援をすればいくらでも、対応できるんですけど、それだけはしないって決めてはるので。だって使わない人いませんもんね、電気は。全くそうなん、食べるのと一緒ですよね。全くそうなんですよね、はい。で、まあ、この1月分から2は 20% ぐらいですか、何かね、はい、政府が手当てをするって言ったって、またこの春先、あの春の後にですね、2割から3割上げるみたいな、なんだよっていうことですものね。だからね、これはもう、電気代に一律補助金を出せばいいんですよ、はい、はい、何円以上になったらもう、その分政府が払ったるから、国民からこんだけしか取らんとったって言って、はい、まあ、全然できるんで、そうやれば、まあいいんですけど、ありがたいですよね、それだったらね。そうなんですよ、はい、言ってみれば政府っていうのは究極の安定化装置ですから、はい、その石油価格、電力価格、そういうものをね、財政政策に基づいて安定的に安定化すれば、はい、日本経済は素晴らしいことになるんですよね。で、東北電力は国の節電キャンペーンを念頭に広報の重要性が増していると理解を求めているということなんですがね、はい、ただ、はい、有識者会合の専門委員会は、言い訳の聞かない値上げだ、最大限努力しているのか疑われるとまあこういうふうに批判をしたということですね。あと、こちらも苦戦しています。ビール大手4社の今年12月期連結純利益が1桁増にとどまりそうです。コロナ禍からの酒類、酒類のですね、消費の回復ペースが鈍る上、原材料高も重荷となっていると。前期の値上げ効果でアサヒグループホールディングスなど4社揃って増収の見通しではあるんですが、景気減速懸念もくすぶって先行き不透明感が強いといいます。ビール大手の4社の増益が一桁増止まりになりそうだという、こういうビールの動きですね。まあ、これは業務用の需要がなんか伸びずなんていうふうに出てますね。飲食店なんかがね、そうですね、思ったよりも伸びないということのようなんですけれどもね。この間ね、たまたまなんですけど、京都中央卸売市場っていうところに行ってきてね、でいろんな話聞いてたんですけど、もともと市場っていうのはだんだんダメになってきてたらしいんですけど、はい、もうコロナで全滅だって言ってましたね。あら、そうですか。もう料亭も来なくなって、はあ、はあ、ぶつぶれました。いや、僕 もうどん焼いてうどん食べてたんですけどね、めっちゃうまかったんですけど、はい、ああいう市場の、はい、美味しいですよね、ああいうところとね。3月で閉めるんです言って、あら、まあ閉まっちゃうんですか。全部ダメですってね。ああ、そうなんですね。
いやコロナで自粛だけさせて、でその上で何の支援もしないから、はい、そうなりますよね。あーねー、でその前には戻ってませんしね、まだね。そうなんです。これが現実なんですね。はい、時刻7時42分です。この後は武田鉄矢今朝の三枚おろしです。文化放送おはようテラちゃん。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。読売新聞からです。政府はデジタル分野の人材の育成、これをするためにですね、東京23区内の大学の定員増を認めない規制、2024年度にも緩和する方針を固めました。まあ、この2024年度にも緩和ってことはこれまで規制かかってて、大学の規制めぐってはですね、この地方創生の観点から2018年に東京23区の大学が今後10年間定員を増やすことを原則禁止する、この法律が成立していました。で背景には地方の大学の定員割れの問題があって、16年に全国知事会が大学の東京一極集中の是正、これを政府に要望していたという、まあ、この規制が生きていたのを、これちょっと緩めてください、緩和してくださいよというのが、まあ、どうも緩和する方針になったということですね。まあ、これでデジタル系の学部学科に限り定員を増やせるようになると。で IT 人材が不足する中、政府は理系300学部の新設、定員増を支援する事業を進めていて、規制緩和によって動きを加速させたい考えです。で特例認める要件には高度なデジタル人材を養成する情報系学部学科の定員を増やす、一定期間後には増加前に戻すことを前提とする、学生が地方企業でインターンシップ就業体験するなど地方の就職促進策を組み込む、まあ、こういったことを入れる方向だと言います。まあ、政府会議での取りまとめを受けて必要な制度改正を行うという、まあ、こういう記事です。藤井さん、これどうでしょうか。まあ、もちろんねこういうのをやればまあいいんですけども、はい。まあ、デジタル人材だけね増やしてもしょうがないですからね。はい、まあ、今回はこのデジタル人材に限りということなんですね。だからやっぱりね、地方のね、だから、地方一極集中をね、はい、緩和しようっていうのは大変結構なことで、まあ、23区規制するのはまあいいんですけど、やっぱりなんか、やってることがシャビーというか、そのインエフェクティブ、あんまり効果的じゃないですよね。効果的じゃない。やっぱ地方を活性化するっていう意味では地方の経済を活性化することが大事で、はい、地方 が活性化すればそれで経済が成長して、でそこの産業が育成してそこで働くことする人も増えますから、はい、自然的にそこの大学に進学する人も増えますからね。そうですね、だと思いますね。ですからね、この、まあ、23区も規制を緩めて、まあ、だから、一方ではその地方にも行きやすい流れは作りましょうねみたいな動きなんですが、まあ、果たしてこれでうまくいくかどうかですね。そうですね、これが、まあ、こうそうするのか、まあ、だったら地方でもっともっとこの魅力的な大学があった方がいいような気もしますがね。はい、はい、藤井さん、今朝もありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。この後はお隣さんをお送りします。おはようテラちゃん、また明日。今日もいい一日になりますように。